ラジオネーム葉脈、個人に変わりまして代打俺が打たせていただきます。個人とは飲み仲間でして、飲んだ帰りによく風俗に行きました。奥さんに内緒で、終わったら彼はこう言うんですよ。嫁よりいい父してたと。最高に面白いやつでした。奥さんには内緒で買った AV 全部僕の家にあるので後で郵送します。本当に彼がいなくなってしまって残念です。おい天国から見てるか、俺はお前の嫁と再婚するよ。難しいとこだな。怖いな。結婚式とかでさ、うん、私新郎の愛人でございますっていうめちゃめちゃしょうもないジョーク言う女とかいるじゃん。いるじゃん。全然笑えないやつ、うん、それに近いなって。任せちゃダメだこの人に。ラジオネーム夕立、ただいまご紹介に預かりました村上春樹です。この度はノーベル文学賞という栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。某 FM ラジオのパーソナリティに長年この賞を取り逃がしてきた私を白豚となじられたり、村上春樹が騎士団長を殺して問題になっていると嘘の情報を流されたり、あいつの小説は長い、ボブ・ディランみたいに短く書けと批判されました。本当に辛い数年間を過ごしてまいりました。賞を取ったことにより、賞を取ったことよりやっとその辛いことから解放されることが何より嬉しく思われます。最後にこの言葉を残し、受賞の挨拶とさせていただきます。くたばれ FM ラジオ。ご清聴ありがとうございました。めっちゃ言うな。冗談ですから。知ってたでしょ、白豚も間違えたん。村上龍さんのことです。何回も何回も訂正していますけども、はい、これはね、まあでもこれは完全に私のミスですから、これは何回お詫びしたって足りないですよね。村上春樹さんのことを白豚呼ばわりしてしまってすいません。はい、白豚は村上龍さんでした。村上龍さんに謝れ。村上龍さんに謝れ。このお詫びいつも。ねえ、ラジオネーム田中誠志郎、本日はお忙しい中私の生前葬にご来場いただきまして誠にありがとうございます。もし兼個人の私から申し上げたいことがいくつかございます。女性の皆様、私は今後ろ手に縛り上げられた状態で棺に転がっております。まずは私の顔に思いっきり唾を吐きかけた後足で踏んでください。私は死人という設定なので痛くも痒くもございません。なんなら割と強めの方がありがたいです。最後に受付でお渡しした紙コップの中に入った尿を私にぶっかけてください。これで私はこの世に一片の悔いを残すことなく成仏します。男性はその間お焼香でもしててください。それではお願いします。ございます。まあ上島さんはな、昔から、はい、葬式の時は、やっぱみんなで熱湯をかけてくれと。ああ、はいはいはい。っていうんだよね。まあまあ俺が言ったんだけどな。まあ上島さんの、死んだ上島さんの顔に熱湯をかけて、リアクションしねえ上島さん見て、ああ、本当に死んだんだな、と思いたいと。うん。まあ、上島さんが、いや、肌し、なんか、やけどそうじゃないかな、指切りみたいになるんじゃないかな。確かにどうなるんだろう。お湯ってかけないですもんね。どうすんだろう、まあ、どうなんだろう。まあ、また常識人だって言うんだろうな。うん、何失礼なことしてんだって。上島さんのその生前の遺言も知らずに。うん、まあまあ言われるでしょうね。遺言だからまあまあ。そうですね。それぐらいは。わかんないだろうな。うん。
ラジオネーム三平。エミ、タカヒロ、結婚おめでとう。100% 離婚すると思うけど適当に頑張れや。さて、ここで、会場にお集まりの、お集まりの女性陣に朗報です。私、現在彼女を募集しております。離婚歴なし、結婚歴なし、交際歴なし、女性経験なし、叩いても誇りの一つ出てこない、清廉潔白のピュアボディです。職歴なし、貯蓄なし、持ち家なし、解消なし、故に浮気や不倫の心配なし、金目当てのやりまんも、顔目当てのミーハーも寄せ付けない、圧倒的なスペックで、40年間、童貞という名のゴールを守り続けてきた、鉄壁の守護神です。一日三回のオナニーを欠かしたことがないセンズリストライカーです。サッカーのことはよくわかりませんが、メッシとオリバーカーンを足して2で割ったような男です。違うわ。カビラ・ジエもびっくりのファンタジスタです。ムム。はっきり言って、女が好きなんです。ブスでもデブでも、おっぱいがあればいいんです。もう、後がないんです。負けられない戦いが、ここにはあるムムって。めちゃめちゃだね。祝辞じゃねえよ、これ。演説だよ。最初の、エミ・タカヒロ結婚おめでとうって。どこでやってんだよ。ダメだよ。入れるな、こんなやつ会場に。本当に。下ネタよりこっちの方が面白いかな。ラジオネームレクサス。宮崎駿さん結婚おめでとうございます。いや、使うことないんじゃない、僭越ながら挨拶をさせていただきます。ここ駿駿は昔からアニメ映画好きだったな。好きっていうか、まあ。耳を澄ませば結婚するんならなうしかない。よくつぶやいてたな。わかる？耳を澄ませば、結婚するなら、なうしかない。つぶやいてたな。昔は、でかい城に住んでたが、固定資産税が高くて、はぁ、売るしかないって売っちゃったな。嘘？仮暮らしはありえんし、とか言って、崖の上にポニョッとした家を建てたな。あとちょっと変わった性癖もあって、女の桃の毛が好きだったな。朝立たぬと言って、よくトロロを食べて勢力つけてたっけ。夜の方も名前が早尾だけに早い男じゃ離婚の原因になるから頑張れよ。千くんと千尋ちゃん、最低2回やらないとな。無理やり。いや、それはもう、とろろあたり。監督は引退するって言っても撤回はできるが、結婚の引退は、離婚になるから引退しちゃダメだぞ。以上、大爆笑のところで挨拶を終わりにさせていただきます。その想定はやめた方がいいよ。曲げとこう。以上です。上龍さんのことです。何回も何回も訂正していますけども、これはね、まあでもこれは完全に私のミスですから、これは何回お詫びしたって足りないですよね。村上春樹さんのことを白豚呼ばわりしてしまってすいません。白豚は村上龍さんでした。村上龍さんに謝れ。村上龍さんに謝れ。このお詫びいつもねえ、ラジオネーム田中誠志郎。本日はお忙しい中、私の生前葬にご来場いただきまして誠にありがとうございます。もし兼個人の私から申し上げたいことがいくつかございます。女性の皆様、私は今後ろ手に縛り上げられた状態で棺に
転がっております。まずは私の顔に思いっきり唾を吐きかけた後足で踏んでください。私は死人という設定なので痛くも痒くもございません。なんなら割と強めの方がありがたいです。最後に受付でお渡しした紙コップの中に入った尿を私にぶっかけてください。これで私はこの世に一片の悔いを残すことなく成仏します。男性はその間お焼香でもしててください。それではお願いします。ございます。まあ上島さんはな、昔から、はい、葬式の時は、やっぱみんなで熱湯をかけてくれと。ああ、はいはいはい。っていうんだよね。まあまあ俺が言ったんだけどな。まあ上島さんの、死んだ上島さんの顔に熱湯をかけて、リアクションしねえ上島さん見て、ああ、本当に死んだんだな、と思いたいと思う。ああ、上島さんが。肌し、なんか、やけどそうじゃないかなって。指切りみたいになるんじゃないかな。確かに、どうなるんだろう。お湯ってかけないですもんね。まあ、どうすんだろう、どうなんだろう。まあ、また常識人だって言うんだろうな。うん、何失礼なことしてんだって。上島さんのその生前の遺言も知らずに。うん、まあまあ、言われるでしょうね。遺言だから、まあまあ、そうですね。うん、そのぐらいは。わかんないだろうな。うん、ラジオネーム三平、エミ、タカヒロ、結婚おめでとう。 100% 離婚すると思うけど適当に頑張れや。さてここで会場にお集まりの女性陣に朗報です。私現在彼女を募集しております。離婚歴なし、結婚歴なし、交際歴なし、女性経験なし、ゆえに浮気や不倫の心配なし、金目当てのやりまんも顔目当てのミーハーも寄せ付けない圧倒的なスペックで40年間童貞という名のゴールを守り続けてきた鉄壁の守護神です。1日3回のオナニーを欠かしたことがないセンズリストライカーです。サッカーのことはよくわかりませんが、メッシとオリバーカーンを足して2で割ったような男です。違うわ。カビラ・ジエもびっくりのファンタジスタです。ムム。はっきり言って女が好きなんです。ブスでもデブでもおっぱいがあればいいんです。もう後がないんです。負けられない戦いがここにはあるムムって。めちゃめちゃだよ。祝辞じゃねえよ、これ。演説だよ。最初の、エミ・タカヒロ結婚おめでとうって。どこでやってんだよ。ダメだよ。入れるな、こんなやつ会場に。本当に。下ネタよりこっちの方が面白いかな。ラジオネームレクサス、宮崎駿さん結婚おめでとうございます。いや使うことないんじゃない。僭越ながら挨拶をさせていただきます。駿は昔からアニメ映画好きだったな。好きっていうか、まあ、耳を澄ませば結婚するんならなうしかない。よくつぶやいてたな。わかる？耳を澄ませば結婚するならなうしかない。つぶやいてたな。昔はでかい城に住んでたが固定資産税が高くて、はぁ、売るしかないって売っちゃったな。嘘。仮暮らしはありえんし。とか言って崖の上にポニョッとした家を建てたな。あとちょっと変わった性癖もあって、女の桃の毛が好きだったな。朝立たぬと言って、よくトロロを食べて勢力つけてたっけ。夜の方も名前が早尾だけに早い男じゃ離婚の原因になるから頑張れよ。千くんと千尋ちゃん、最低2回やらないとな。
無理やり。いやそれはもうトロロあたり。監督は引退するって言っても撤回はできるが、結婚の引退は離婚。